ポートピリーは、オーストラリア連邦南オーストラリア州にある都市で、ある。州都アデレードから229キロメートル北、スペンサー湾東岸に位置し、ブロークンヒルで産出した鉱物の精錬船積み箇所として栄えている。またかつては、鉄道の町でもあった。人口は15,182人。アボリジニヌグナ族には、タルパリーとして知られる地域であった。 1802年には、マシュー・フリンバースによってこの地域が探検された。1845年に、南オーストラリア会社のジョン・ピリーが、この場所から船で、ポート・リンカーンに向けて、羊を運んだことから、ポート・ピリーと呼ばれるようになった。1840年代後半から入植が始まったが、そのペースはゆっくりで独立した。 自治体を宣言するのは1876年になってからである。この町の歴史を大きく変えたのは1889年の精錬所建設である。ブロークミヒルで産出した鉱物を精錬し、船積みするため、鉄道や港湾も整備された。1915年に建造された精錬所は一時精錬施設としては、当時世界最大を誇った。 1953年には、アデレード地域以外では、南オーストラリア州初めてとなる市を宣伝した。現在、ジニフェクスによって精錬所が運営されており、世界最大のアエ鉛一時精錬施設を運営している。他、銅、銀、金などの精錬施設がある。南オーストラリア州内のポートピリーの位置、スペンサー湾東岸のシワンジャーメイン湾の南岸に位置する。 ポートピリー製錬初期象台の標高は、海抜4.0メートル。位置は、南位33.1708。統計138.0104である。なお、ポートピリー市を含む広範な地域は、ポートピリー地域群の管轄である。ブロークンヒルは、ステップ気候で、夏の降水量が、特に少ない。気候の平均、記録、アデレード、シドニー。 パース方面に向かう鉄道のジャンクションとなっており、かつては3方面とも異なる機関を採用していたため、ポートピリーで旅客、貨物とも乗り換え、積み替えの必要があった。シドニー方面の強気路線が標準期に改め期されたのは1969年、アデレード方面の後期路線が標準期に改め期されたのは1982年である。ありがとうございます。